いやついに俺らも卒業やな、明日だな卒業式な、なあ、俺泣くかな。いや俺絶対泣くよ。いやお前も絶対泣くよ。いや俺わかるもん。いやお前はもう涙もろいって知ってる。だってお前昨日映画。はい、OK、 はい、 OK、 みんなが静かにしてください。はい、まあいよいよね明日卒業式ということで、まあとりあえずね、みんな体調が今良いのでこのままね、キープしてもらって、もう体調だけはとにかくね万全にして明日を迎えてほしいなというふうに思います。なんで今日はね、最終章ヨーロッパについてやっていきたいと思いますけれども、もう最後の授業なのでしっかり噛み締めてね、いつも寝とる人に対して俺何も言わんけど今日だけは寝ないで聞いてください。 OK、 はい、じゃあまずね、前回の授業の復習していきますので、280ページ開いてください。で、この280ページの自然科学の分野ではっていうところから、じゃあどうしような5月誕生日の人、あれおらんかったっけ、5月だよ、5月誕生日の人呼んでもらおうか、あれおらんか、じゃあ、あ、そうそうそう、お、遅い遅い、ごめんごめん。じゃあ、ごめんね。ちょっとね。ごめんごめんごめん。わかるんだよ。ごめんね。最近ね、物忘れとね、度忘れがね、激しいの。いやいや、わかるよ。わかるからね。ちょっと待ってね。ごめんね。いやいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫。あかん、ちょっと待ってね、あかん、明日俺卒業式で名前呼ぶんやで、ね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫、静かにね、大丈夫だ、あかん、そういうなんか振り、あかん、ごめん、ちょっと待って、三択で思い浮かんでる、ごめん、三択は、三択、ごめん、こっちゃ、お前に似とるやつがね、おるんよ。他のクラスにも、それで、たまたまちょっとね。うわぁ、なんだっけな。この三択のどれかやろ。で、いや、ごめん。まだ言わんくていいぞ。絶対この三択のどれかなんだけど、あのね、これがね、左だったっけ？左足だったっけ名前。あー、わからん、もうわからん、あー、うざい、ごめんね。いや、ごめん。あー、なんだっけ、ガチ。ちょっと待って、いや、わかるんだけど、ちょっと待ってね。ちょっと待って、メモ見て。うわ、メモないわ、今。いや、マジですか、どっちなんですか。いやいや、マジだけど、絶対思い出せる。じゃ、だけど思い出せるから。マジだけど思い出せるから。なんで？わかった。あ、ごめん。違うわ。ごめん。じゃあ、自然科学の分野では、から、どういたしましてくん、お願いします。あ、先生。どういたしましてじゃないです、僕の名前。は？いや、俺めちゃくちゃピンときてたよ。いや、俺、アザッスです。いや、もう、やれーよお前らもう教えろよアザッスだよって卒業式前日に俺が名前忘れたら気まずいだろ言えよいや、どういたしまして、あ、間違えた、あざす、落ち着け、いや、決して、やめろどういたしまして、あ、間違えた、あざすか、いや、あざす、どういた、いただきます、あれナマズ
頃読んでください。